はいどうも私が山崎ですヤブですすすすよろしししくお願いします、はい、お願願いしす、はいいままはもう夏も終わりましてですよ終わりましてね、なんかこれ、とってんのも9月ですけど残,残暑ってもう残り過ぎとるやろっていう、ね、なんか外は行ってもどこ行っても暑いし、であのなんていうんですか、僕、よくバッティングセンター、最近行くんですけど。はい バッティングセンターはね、あの受付のところはまあ空調効いてんねんけど、うん、あのバッティングケージの中に入ると、うん、もうだいたいその屋外型のところが多いからあの暑いです。ああ、そうですよね。バッティングセンター暑そう。めっちゃ暑い。もうね、四十球打ったらセッターたったらやでも。うん。この。はきついなと思って。トト最近も行ってるんですかバッティングセンター？あ、結構ね行ってますよ。月に二三回はい。 るんですけどちょっとはまってて、うん、であのバットング生き始めてはまり始めたころってんたですよ、うん、あの YouTube やプロ野球中継見て、うん、こんなに振ってるんやって特にアメリカのメジャーリーグなんか見たら、うん、俺もこんな振りたいなと思って、まあ普段トレーニングしてるから、うん、体幹とかもやってるから、うん、バットなんぼ振っても腰痛とかならなかったんですよ。うん ならなかったんですけど、ちょっとね、2、3か月前ぐらいから、バットを完全フルスイングでぐるんって回すと、腰がちょっと痛くなって、あなるほどね。今、だから完全にね、腰ひ、ひねると痛いってことはどういうことなんやろうあの回転が、多分そのバットの振る力とかで回りすぎてるのかなか、うん、その原理はよくわからないけど、完全なフルスイングができない感じなで。あ 腰が痛くて、うん、そうなんですよ。うん、で、まあ、それでもバーステンはまだ行きたいから、どうしようと思って、うん、そうしたらこう、まあ僕は左打ちなんで、ライト方向に飛ぶんですけども、うん、そのひ、まあ、いわゆる引っ張るっていう意識を持って、うん、まあ、今まで打ってたものが腰が痛くなって、引っ張らなくなったんで、うんうん、あの、 センターから逆方向ですね。うん、まあ、いわゆるこう、流し打ちって反対に打つっていう意識を腰を振り切らない、うん、回し切らない打ち方で、うん、ボールをこう、押し込む方のフォアハンドの方で手でバツンと捕まえるっていう意識をやったら、うん、バットを振り,切ら振り切らないんですけど、うん、逆にボールが飛ぶようになったんですよ。 んひ引っ張るんじゃなくて押すって感じ押かな。でこう自分の体を壁に見立てて、うん、壁にボールを当てるで壁をちょっとクンと押すみたいな感覚にすると、うん、今までもう振ったら飛ぶみたいな思ってたのが、うん、逆に振らなくなったことによって距離が伸びたのがありましてですねでこれがあの、まあ、僕はドラムをもう20年ぐらいやってますけど、はい、あこれドラムと一緒やと。ドラムはねやっぱ僕もその、うん レッド・セッペリンとか、うん、レッド・ホット・チリ・ペッパーズとか、うん、学生の時はね特にレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ノー・ダウト、うん、それからヘビー・メタルの波いるバンドの人、ドラマーの人たちを見て、うん、やっぱりああいうふうに振り回したいわけですもん、うん、いや、ぶん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 振り回してたら、このひじが痛いや、手首が痛いやっていうふうになってきて、うん、それでもどうやったら大きな音出せるかなと思っていろいろ研究してたら、うん、まあ怪我したことによって力入れて振れなくなった。うんうん、そうすると スティックコントロールが良くなって音量が上がったんですよ。うん、とバッティングも一緒やと思って。なるほどな。うん。うん、俺はねすごい目から鱗が落ちた発見だったんですけども。うん,うん,うん、なんかその振り回すとバンって押すの違いっていうのが、うん、そのあんまりちょっとイメージがわくわくしにくくて。 振り回そう、完全に体にバットが巻きついて、もう一周、体一周するみたいな感じの、<ー>一周とかオーバーで、ーね、もう半周するぐらいの感じなんですよ。で、今は多分僕、四分の一周ぐらいしかしてないんですよ。ああ、なるほどね。うん、じゃそこめがけて振ってるっていう感じなんかな。振り切るっていうか。そうそう。どっちかと,いともう、ボールに当てる感じ、バット当てるイメージで、うん、そこで終わり、うんうん。で、多分そこで普段からやってた、あの、トレーニングの成果が生きてきてるんかなと思う。軸がぶれないから、僕は。うんうん か体のね、も軸が強くなって、ドラムの,その、まあ、ハードヒッティングの6連符のフレーズなんかやっても、うん、全然体もたつかなくなってるし、最近。そうなんですね、それがフィジカルに反映されてるって感じなんですね。されてますね。んそんな発見があったんですよ。すごいな、でも確かにそこの、体の中心部分がどっしりとしてたら、確かにプレーには影響、相当ありそうですよね、うん、だいぶあると思う。うんうん だ結構その腰が何やとかってね、腰痛なんか悩みを抱えてるドラマーの方とか、うん、まあ野球やってる方なんかも多いと思うんですけども、うん、その辺の体の芯っていうか軸っていうのかな、この辺を意識できると多分随分、あの年いた時にも怪我なく暮らせるんじゃないかなっていう気もして。うん、山崎さん、体のメンテナンスめっちゃ調子良さそうですよね。ああ、最近ね、多分ここ何年かに15年ぐらいで一番いいですよ。うん、あら、やばい。すごいな。状態ですね。 あでもなんかねこうコンディション整えたところで別に周りの人から見ても何やねんっていう感じじゃないですかあの俺の中の精神的なとこの,その調整であったりとか充足感みたいなところが占める部分が大きいと思うからなかなかその周りから見ててもあのこうリアクションなんかはなかったりするしま別にリアクション求めてやってるわけじゃないねんけどもうんなんかそのこの前 何かのテレビ番組でドキュメンタリー番組かな、はい、あの飛行機の整備士、うんうん、空港で止まってる飛行機とか、まあ、そんなんを整備するあのオーディオの,あの接続具合を確認したりとか、はい、カーペットがずれてるとか、うん、あとその汚れを掃除するとか、うん、まあねもちろんその機体そのものの整備も含めてなんですけどそんなんを特集してる番組を見てて。うん いやあのまあ、最後、インタビューで、その整備士さん、若手の、ね、25歳ぐらいの整備士さんだから、うん、話をするとあの、大変なお仕事ですねみたいなのをインタビュアーの人が聞くと、いや、でも僕らの仕事はもう評価されないですからって、何かあったらクレームは出ますけど。うん <laughs> でそのゼロ評価が最大なんです、うん、的なことを言ったんですよ。ああなるほどね何事もなくないっていうことが一番いいと。いいとそうなんですよ。うんうん、ああーなるほどね、うんあの。ライブなんかしてても例えば僕とヤブが一緒にライブやったとして、まあ、僕はパーカッションで入ってヤブが弾き語りで入ったりしたら、うんうん、客は99%ヤブのを見てるわけですよ。 ああまあ、う歌がある方を見ますよね。そうそうそう。うん、一般的にはそうなんですよね。うん、で、ああ、矢部さん歌良かったとか、で、ちょっと楽器興味ある人やったら、うん、ギター良かったわっていうことは言われるんですけど、うん、僕のパーカッションに対するコメントはほぼほぼないんですよ。まあ、そうですよね。パーカッションってそっか。あんまりそっちを直接見てっていう人って、割合的には多くないか。多くないっすよね。多くないっすね、うんあの。リズム楽器だったり、まあ、ベースやってる人だったら、うん、そっちに意識いくから、うん 実はあちょっとおもろいことやっとったなみたいなコメントはもらえるけど、うん、あんまり普通一般的にはないから、うん、で僕なんかもそのその修正がもうずっとついてるから、うん、別に評価コメントなんかないのが普通やっていうのでずっと言ってきてんねんけどそうや俺だけかと思ってたけどなんか、はあ、飛行機の整備士さんとかもそうなんやと思って。であの、うん 飛行機で音楽聴くときにこうイヤホンのジャックさすところ、あそこがちょっと調子悪かったりすることもあるらしい、ね。ああ、なるほどね。うん、で、使い方悪いやつやったら中で折れて残ってるとか、うん、あん、うん、あなながあるらしくて、うん、で、それでそのままほったらかしていったら、うん、そ,のそこのシートが、まあ、またエコノミーとかやったらまたいいけど、ビジネスクラスとかファーストクラスやったら、うん、まあ高い金払って乗ったのに、なんじゃん、うん、これはあ<ー>ってそうっす、ね。そこでクレームにつながりやすそう。 そう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 なんですよ、うん、だからなんかわあ大変な仕事やなーってそうやんね,せーそうやねドラマーもでもそうないノーミスで当たり前って感じかノーミスで当たり前で、ね、ミスったら一番目立つのがドラマーなんですよ、うん、あ、まあ確かにね、うん、それはそんな気がするそうんかソロの時であの,、うん、あの四分四分音符のカウントミスったりとかしたら、うん こうやっぱ反発とかずれてしまったり、最初の頃よくしてたんでああ、なるほどね。やばーと思って。そっか、自分がこう思って、打って、思って、あ思って打ってるのが、他の人は裏にで取ってたりとか、その逆があったりとか、そういうこと。そうですね、それもありますね。あとは単純に僕ミスでずれてもうたとか、あの、4つで打ってたやつを見失ったりとか。ああ、なるほどね。僕はなんかあの、5月ぐらいに、 歌手の人のバックミュージシャンみたいなんでギターを演奏してたんですけど、はい,はいはい。そん時はなんか俺もワンミスが命取りやなーっていうことを思いながらやってました。ああ、アイドルってやっぱかっちりそのお客さんもその歌手の人を聴きに来てるから、そう。バックミス、絶対ミス高かった。ああ、そう、水差すなよみたいな風景になるじゃないですか。だからそこは俺もちょっと意味のあのイメージができるんですよね、その山崎さんの言ってる。そうか。うん 山本そ,そっちの仕事してたらそうや同じやなそうですねメインの人を引き立てる演奏の仕事の場合はやっぱ多少緊張しますよねそこは、うん、やっぱそうやな,な,ちょな直前になんかちょっと前に譜面10枚とか渡されてな、うん、これやってくれとか、うん、ああそうなんか今なんかも当たり前みたいになってるけど、うん、やり始めた頃はなんじゃこれあって、うん 最初の、ね、学生の頃とか、まあさ、そのちょっと後ぐらいは、自分でやってたバンドでロックバンドしか経験ないから、うん、人から譜面もらってやるってことはしたことなかったから、はい,はい,はい、はい、25の時き、それを初めてやったとき、びっくりしたもん,な、うん、ちょっとやり始めた頃って、自分を主張するじゃないですか、します、しますね、<laughs> <laughs> そうですね。<laughs> ちょっとあの派手なメロディー弾いてみたりとか、はい、どないやってやるんですけど、大体、それ、喜ばれないんですよね大体ね、終わってからね、はい、あの楽屋で文句言われますよ、ね。はい 相手が何を求めてるかを意識して演奏するようになるまでちょっとかかりましたね、はい、僕は。それが組める方じゃなかったので。はいはいはい。えー、難しいよな。うん、ええと思ってこうフレーズ入れると、ちょっとそれはあって、うん。そう。うん。だから多分ドラマーやったらここはもう8ビート、普通の8ビートくれよみたいな感じの空気感あるじゃないですか。はい、ありますね。あれもなんか俺もこうストローク、 じゃんじゃんじゃんじゃがってめっちゃ綺麗に弾く方が喜ばれんねんなって学ん,学んだりしましたねやってくうちに<ー>、うん、その、ね、かっこいい気の利いたフレーズを連発するんじゃなくてはいはいそうそうじゃんじゃがじゃんじゃかをいかにかっこよくっていう部分が大事やって、うん、やっぱりシンプルな方が聞こえもいいしね、うん、あ山崎さん最近ドラム事情どんな感じなんですかちなみに ドラム事情は、あの、ちょっとライブが、うん、あの、年々一歩入りそうで、<ー>ちょっと今、交渉中なんですけど、うん、そっちが行けば、ちょっとまた久しぶりに、うん、あの、出ていこう、出ていこうとうか、そうですね。あの、もうちょっとライブの本数だったり、そういう、そっちの方を増やしていこうと思ってるんですよああ、なるほどね。はい。なるほど,なるほど。結構トレーニングは練習はしてますね。フィジカル、フィジカル、テクニックとも。ともに、ね、そうですね。テクニックの、もう今までに僕苦手です。 下げてきてた16ビートの,、うん、あのラテンとかのリズム、うん、あれをちゃんとやろうと、ね、いうことで、ちょっとね、ラテンとかのリズムって、どういう演奏で使うんですか、ちなみに。えっと、そのフレーズそのものを使うことは、多分僕の受ける音楽案件では、ほぼほぼないんですけど。うん、あじゃあ、頭の体操的な感じでやってるっってて感じですかやってますねなるほどね。 ドラムソロが来たときに、それをシュッと入れることができたりするといいし、あとは手が細かく動く、3連符系のやつはすっと動くけど、16系は僕苦手なんで、それをなくしておくことで、体の可動する範囲だったりとか、スティックの可動の範囲だったりとか、アドリブで出た時のとっさの反応なんかがよくなるかなと思って、それでやっぱやるようにはしてますね。なるほど 基礎練習っていうところも含めて、はい、今やってはるって感じですね。そうですね。うん、そっち意味合いが大きいかな、うん。僕もこの間までフレンチポップをギターで練習してました。それは仕事の兼、うん、ね合いですけど。フレンチポップって何フレンチポップってそのフランスのポップスはあ、はあのあの雰囲気をちょっと勉強したくて、なんかコード進行とかそのあのリズムの取り方とか、うん、そういうやつですね。 うん、その普段聴いてるそのアメリカのポップとはまた全然ちょっと違うの、うん、なんか独特な雰囲気でまたそのフランス語のあのフランス語で歌うあの独特な雰囲気とかももちろん加味されてなんですけど、えー、なんかそうなんかフレンチポップはフレンチポップって,っていうカテゴリーとしてある程度こうこういう雰囲気みたいなやることが言われてるみたいですね。あーそううなん あんまり僕も初めてその聞いたジャンルやから、うん、フレンチポップっていうのは。うん、そうなんや。うん、そうかそうフ,ランフランスの音楽っていうと、なんやったっけ、シャンソンとかはね、パッと思いつくんですけど。うんうん、あでもそ、そのシャンソンっぽいアプローチがあったりとか、はい、そうでもそう、なんかボサノバっぽいアプローチがあったりとか、はい、結構そのあたりみたいですね。あそうなんや、うんそう そうか、うかフランスっていうか、シャンソンって言ったら、神戸拠点に、うん、あの活動されてるあのシャンソン歌手の小関美桜さんっていう方が、うんで、あの人もなんか、パリに行ったりなんかしたりして、やってるみたいですけど、神戸のどこやったかな、ちょっと忘れましたけど、うんうん、昔、よいドンで出てたわ。 いいよな海外でライブとかな、いまだに経験したことがないからな。ああ、そうか。うん、一回、ままあ、ちょっとどんな感じなんやろうと気に、やってみたい気はするんですけどね。ちょっとやっぱり僕もね、人のライブとかも見に行こうかなと思ってね、最近は。ちょっとこう引きこもり気味なので、もっと今年以降、今日以降は活動的に。僕も<活>今日見に行くっすね、人のライブ。 お、マジすか会ったこともない人のライブ見に行きますよ、今日え、じゃあ、そのなんかライブハウスとかバーに、もういきなりボンとそう、北新地の今日はね、ライブハウスにちょっと行ってこうかなと思ってて、あ、そうなんやそう、それはなんか,き,なんかがきっかけで見つけたの、そのなんか SNS でつながってる人が、なんか音源発信してて、はい。で、なんか、あ、ライブやりますみたいなこと書いてるから、どんな感じやろうと思って、うん、<う>ほほほほ。うん ああ、ええな、そんな、うんあれ、飛び込みで、こう、ライブハウスとか、あの、ジャズバーとか入って音楽聴きに行くっていう機会も、なかなか僕も最近なかったので、うん、なんかね、以前は結構あったみたいだけどね、ライブハウスなんかでも、こう,んうイ、インディーズシーンとかやったら、大体チケットもそんな高くないから、うん。いや、あったと思いますけどね。<も>うん。いや、でも、まあ、コロナから、俺もコロナ以降あんまやらなくなったから。ああ<ー>、そう。 そうかうかもねコロナのあれ、騒ぎ来てからもう4年ぐらいか、もう3年半ぐらい経ってんのか。ですかね。いろいろいろんなものが戻ってきて、うん、あれしてくれたらいいなと思うんですけども。そうなんですね。す <laughs> まあまあ、いろいろ話は散らかりましたけれども。<laughs> <laughs> いやー、なんか活動的にやっていきましょうっていうことではあるんでしょうけども。はい、ああ、でもなんか何やろ。うん この前びっくりしましたけど、あの、うん、外、昼飯食っとった時なんですけど、はい、ちょっと話変わりますけど、ファミレスでお昼取ろうと思って、入ったんですけども、うん、まあ僕、まあ、ドリンク、何て言うランチのなんか定食みたいなやつとドリンクバーを頼んだんですよ。で、ドリンクバー行ったら、こう並んでて、うん、一部の前に、こう、まあなんか営業やってる、 女の人みたいな感じの女の子が、こう、ドリンクを作ってたんですけども、氷のその、こう、グラスへの入れ方が、もう、ものすごいガサツなんですよ。ああ、なるほどね。ガッサンって、ゴジョーンってなって、こう、スコップみたいなのに氷をゴボンって、なんか、もうちょっと丁寧に入れれるやろっていう。 気はするんですけども、そんな、それぐらい結構派手にガサーンと氷にスコップを刺して、ガーン持ち上げて、そのままコップにガサーンって入れてるわけですよ。そしたら、まあ、あの定氷が散らばるわけですよ、床に。3つか四つガシャンガシャンい行ったけもう何食わぬ顔でそのままなんかオレンジジュースジャーンって入れて、ちょっと帰っていった。かなり豪快な人ですね。びっくりしましたね。興味あんなんなかなかおらんわ。 いやでもファミレス系ね、たまにいますよ,いよ。夜とか僕も、あの氷あるじゃないですか。はい。氷こう溜めてるとこあるじゃないですか。あのドリンクバーのとこのドリンクバーのあの四角いコーナーで、はい。氷が入ってるとこガーって開けて、はい。で、コップでガーってやってる子とか、たまにいますよ。え直接コップこうやってるってうそうそうそう。超汚いと思いながら。え <laughs> えーって思って。そんなおんねや。そう。 あまあ、僕も言うて人生で2回ぐらいしか見てないですけど、そのインパクトが強すぎたから。うん。うん、いや、2回見てるのがすごいやろ。うん。そんなん。<ー>うん、そう。そっか。それは三宮とかのファミレースでしたけどね。ああ、そうなんや。うん。あれ、なんかああいうのやっぱりちゃんと入れなあかんよな。ヤンキーみたいな人やったから。あれやね。うん。あれはでもちょっと見,見ちゃったらテンション下がりますよね。 下がりますね,ね<え>俺ね俺その氷ポジ負けた女の子はヤンキーックスっぽさゼロやったからゼロやった落胆具合が大きいですああ<ー><れ>なるほどね、うん、お前やらんやろう的な雰囲気がすごい出てたからああああお前もかーって <laughs> そう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  <laughs> お前もかーってなる感じじゃん俺のうがマシやがなっていうぐらいでしたね、うん、えそ<う>ファミレスとかって行く 俺はその、たまにしか行かないから。僕もあんま行かないですね。たまに行ってサイゼリアぐらいちゃいますかね。ああ、サイゼリアいいですね。サイゼリア、サイゼリアな最近よう混んでんねよなあれ。そうなんよ。うん。なんかサイゼリアなんかこう、テーブルの上の調味料がどんどんなくなってくみたいな記事は読みましたけどね。あの、昔はタバスコやらチーズやら粉チーズやらあったけど、 今なんかこのドリンクバーの,そのセンターのコーナーみたいなところに行って入れんとないですよ、うんうんうん、そうなんよね俺めっちゃかけるもんあのアラビアータとかにうん、うん、俺もあのチーズのやつ結構チーズとなんかあれなんやっけ唐辛子フレークみたいなやつああありますありますね、うん、あれも結構使ってましたね、うん、あれ美味しいよなサイゼリア いやーもう本当にイタリアチェーンでは多分僕は総合力では多分1位だと思いますけどねカプリチョウザとかって行ってましたカプリチョウザに一時期めっちゃ行ってたカプリチョウザなんかパスタ美味しかった気すんねんけどなパスタ美味しいパスタかピリ辛のパスタが美味しかった記憶が、ね、美味しいですね、うん、僕はカプリチョウザやったらあのイカとツナのサラダ、うん、えそれからニンニクとトマトのパスタうん、うん でデザートトあのー、かぼちゃのタルトへあもうそのルーティンが決まってるんですねカプリ調僕はもうカプリ調査行ったらもうそれって決まってます、ね、へえ<ー>大体税込みで2000円ぐらいですけど、うん、うわカプリ調査やーカプリ調査かー俺なんか人生で今まで1回しか行ったことがないですよねカプリ調査あそうなんやそうなんか自分の生活圏内になかなかなくてはいはい、うん 震災橋かなんかで1回だけ行ったかなああそうな、ねうんや俺直近で行ったのあの神戸の、うん、あそこ何やったっけ灘区中央区なんか海沿いの、うん、なんかあんねんけど何やったっけハット神戸っていうのかな、うん、あハット神戸ありますね、うん、あそこのカプリ調ザーかなああ<ー>そうなんですね、うん、ハット神戸かうん 中に、ね、昼は米より麺のほうがいいかなとかって思うことが結構多くて、うんね、ああなるほどねじゃあパスタ食べに行ったりとか結構あるんですかそ,そこそこ食べに行くし家でも作ったりするしああなるほどで僕あのラーメンがねあんまり好きじゃないんですよあの、うん、味噌ラーメンとか醤油ラーメンとか普通のやつはいいねんけど、うん、あのなんかこってり系がちょっと苦手で、うん、なるほどうん そうなるとね、やっぱこってりとラーメンがでもなんか流行ってんのか知らんけどそっち系が多くてねまあ確かに多いですよねうん、うん、あれあんまり俺苦手やわ、うん、なんかもう年のせいかもしれんけど重たいよねうんまあ味がどうこうとかじゃなくてうんうん、うん、まあ確かに家のダメージは大きいっすよねうんそう油系がやっぱ苦手かな最近僕もパスタ作り始めましたよおまマジっすかはい なえ何,何パスタですかあれ何パスタやるなこの間作った明太カルボナーラってやつえっカル,カルボナーラ,カル,ボラでカルボナーラにカルボナーラに明太子と細切りの青のりが、うん、あじゃあ細切りののりがあるみたいなやつ、うん、なんかそういうあ,のあ,のあれなんだかパスタのこうスープみたいなのを売ってるじゃないですかあ売ってますねそう それでなんかパスタ200グラムぐらい入れて、そ,<う>そんで、そう、一回茹でた後に、えー、っと、フライパンで炒めて、炒めながらそれ絡めてやりました。ああ、そうなんよ。そうで。それはカルボナーラソースがあって、うん、あとは明太カルボナーラがあって、海苔は自分でアレンジしていっあ、いや、海苔もね、それに入ってましたよ。ああ、そうなんよ、うん。で、自分でこう、玉ねぎとベーコンと、うん はいはい、何にしたっけな玉ねぎベーコンナスびぐらいしたかなそのあたりを切って入れてやってました、うん、あめっちゃ具だくさんやなそう,そうそうそう久しぶりしそうやそ最近久しぶりにパスタやってすげえうまかったから覚えてるんですよあ、うん、それはええな、うん、うクリーム系のパスタをなかなか最近食べへんからちょっとトマトソースかもう家で作るんったら、うん、ペペロンチーノになっちゃうからうん そうなのちょっとクリーム食べたペペロンチーノやったかなどっちやっけな <laughs> 忘れちゃったな <laughs> ペペロンチーノも多分一番難易度低いんちゃうかなあそうなんですかねうんそうなんせその茹でた後に炒めるっていうのをやってうまいことできたんが感動し,、うん、しましたね、うん、こうね最後ちょっと人を炒めにね、うん、あれ入れると全然違うもんねそうそうあ,あとピーマン入れたねピーマンがすごいやったからピーマンめっちゃ使ってんなうん、うん、あのー、クリームの白と 明太子のの赤ととピーマンの緑で、うん、ちょっと綺麗なああそうかそうかそうか色合いも綺麗だった気がするあパスタ食いたいな僕サイゼリア行ったら大体ピザなんですよねサイゼリアのピザも美味しいよなサイゼリアピザ美味しいんですよコーンのピザみたいなのがなんか好きでずっと食べてますね割とその満足度合いも高いし、うん、サイゼリアは、うん、僕はでもあれですよあの ミラノ風ドリア。うん、あれは行ってしまいますね。うん、ああ、そうっすよ。あれ行きたくなるんですよ。だから結局そのドリア頼むか、ピザ、パスタ頼むか。はい。そう。で、僕はその大体炭水化物は多くて2品までにしたいんから。はいはいはい。そう。まあ、ピザで、あと調子いときはパスタも行くみたいな感じ。あほほうほ、ん、ほそうやな。炭水化物トリプルはしんどいもんな。そうっすね。 で、ちょっと高いんですけど、あの、なんか、鶏胸のサラダみたいなあるじゃないですか、500円ぐらいで。ああ、あります、あります。あれ、毎回頼んじゃうんですよ。だから、結果、結構高くつくんですよね。サイゼリアで結構出たんだ、うん。そうそうそう、結構高くなってくる。うん。普通の人とかやったら、あれ、1000円いかないもんね、いかへんと思うっすね。うんう。俺も頼みすぎてんのかなうん、俺なんか頼みすぎてまうねんな、いつも。サイゼリア、安いしと思って、絶対一品多いんですよね。 安いから頼んでまうかな。うん。サイゼリアと王将はなんかちょっと贅沢しちゃうんですよ。王将はそうやわかるわ、何な,なんやろな、あれ。うん、王将は確かにそうやわ。うん、この前俺王将行って、普通にお昼食べただけなのに1800円とか行って。うん。そうでしょ。なんでって。うん、<laughs> で、あの、餃子はまあ2人前をまず普通に頼んで、うん、で、焼き飯行って、うん、で、もう1個っ頼んでまうよなそう。そう、そこを、そこ。 そこなコイコーロとかねうん、まああやってまたーって注文してからいつもへこむねんから、うん、いやそうなんですよね、うん、あれでも餃子のおしって店によって味全然違うでしょ餃子のああそうなんかなあんま気にしたことなかったっすねあれ違うんですよ,よあれなんか全国で焼き具合ランキングみたいなのが、うん、社内である,、うん、あるらしくて、うん、どこどこが一番うまいっていうのはうん なんかあるらしいんんですよなんか僕はあの自分の自分がよく行く最寄りのところの餃子の味が基準にやっぱなりますよねそれあ王将ねうん,うんそうか人気ランキングあるよね餃子に結構ありますよ、うん、で僕はそうね最近は一番多いのが全国4位、うん、ランキング全国4位で首都圏1位の餃子の王将水道橋店んうん <laughs> めっちゃ行ってるけどあと東京ドームのすぐ近くやねんけどあそこが全国4位でもあの全国1位のねやっぱトコラップすごいですよどこだったんですか全国1位全国1位はあの阪神三陰三影や三の神戸市東灘区のあそこが全国1位です美味しいですね で、あと、なんか、店内が異常に綺麗な王将は、なんか、美味しくない気はしますね。うん、あー、なるほどね。そこの、稲田さとのバランスみたいなんがあるんや。そうなんですよ。な、うんでか知らんけど、うん、あ,あれ、なんか、いまいちやなっていう感じはしてるね。うん、王将ね、結局、いつも行って何頼むか悩むんすよね、王将。あの、あれでしょう。 餃子はまあ行くけど、その次の段階で。そうそうそう。僕はニンニク抜き餃子を、一人で行く場合はニンニクゼロ餃子をまず2人前、これがマッソなんですよ。はい,はいはいはい。で、その後多いのがバンバンジーなんですけど。あー、バンバンジーね。そう。ほうほうニンニクゼロ餃子、2人前、バンバンジー1人前、ビールみたいな。そういう感じにしたいんですけど、ご飯食べたくて仕方ない時あるじゃないですか。ありますね。そう。とか、その時はちょっとバンバンジーの プラスにするのかえっとバンバンジー諦めるのかで最近諦めがちですねバンバンジーをあバンバンジーを大塩ってテンポによって一口サイズミニサイズみたいなのあるやんかあるっすジャストサイズでしたっけあそうそうジャストサイズうんあれ出してるとこやったらねなんか炒め物とかもちっちゃいのに出れるからいいねんけどそうなかったらあれ全部レギュラーサイズで言ったらしんどいもんなうん そうなんですよ。で、僕なんか性格的にジャストサイズも便利なんですけど頼まないんですよ。なんか、損した気になってわかんないけど。ああ、確かにそうやな。なちょっともったいない気はするね。そうなんですよ。なんか、ジャストサイズ頼むんやったらもう一人前いっちゃうっていうマインドなんですよね。うん、そう。だから、なかなかバランスの取り方がめっちゃ下手っすね。で、全部食うてもうてみたいな。うん、そうそうそう。 でもあれ難しいよな、うん、でそ,のその時のお腹の減り具合とかによっても全然変わってくるから大体でも大塩行く時はなんか減ってるんですけどねそうやなもう <laughs> 僕も大塩行く時はいつも「あもう食べるぞ!」って食べるぞっていうモードの時とかですよね、うん、であれ2人とかで行ったら、うん、余計に頼んでしまうよねで頼むっすねうんあのあの俺大体1人で行ったら餃子二2人前ぐらいですけど、うん、あの弟がおったら 弟は餃子5とか6って言うから。うん。<laughs> そう<だ>ね。<laughs> う結構いかはんねんけど。いやいや、餃子しか頼まんっていうパターンもあるもんね。だって。あるあるある。うん、で、それと、なんか焼き飯だけ頼んでも終わりとか。うんうん。ありますよね。そうや。あなんかもう、王将の話し,しとったら、王将食べたなってった。ね。で、そう、セットとかもフル活用したいんですけど、ね、なかなかセットいかないんですよ。もう食べたいの、ね、単品でいっちゃうから、僕の場合。うん。 でこうなんかセットの組み合わせがなんか気に入らんかったりするですそうそうそう,そう,そうちょうどいいのがなかったりするんですよね。うん、ないですね。うん、で、唐揚げついてるやつなんかでも、うん、あの普通の唐揚げじゃなくて、チューリップがついてたりするやつ。うん,うん、ついてるやつるです俺、普通の唐揚げがええねんけどなって。<laughs> 確かに。うん、<laughs> いやそりゃもう、うん、全国の王将ファンの方々には、 どれ,でどれぐらいみんな行ってあんのやろうなうんいやもう <laughs> どうなんやろうね僕月一ええー、とこ月一ですけど要は大阪とか近くにあったらもっと行ってまうな、うん、その仕事帰りとかにあったらああ<ー>、うん、そうですね、うん、うちの周りもあのアクセスいいとこに大城がないから、うん、ちょっと距離がね、うん、足伸ばさんとかあんから、うん、いや足伸ばしまで食べへんしあ<ー>うののそう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 なんですよね そうなんですよそっか,なんかなんな <laughs> これ系のお話になったらずっと喋れますねあと1時間ぐらい喋ゃりそうやから、ねね、これ危険やねこれな <laughs> 食い物ネタはま,あまたあ,のあれしましょうあの定期的にこの話やって,きののやっていきましょうその時に情報がブラッシュアップされたら <laughs> また新しい王将開拓したらまたネタぶっ込みますからはい、はい、僕も見かけに行った際には言いますんで あそこうまいでー。はい。<laughs> 三影と、あと三宮の生田川店だあねんけど、はい。ここのお書もおすすめです。あ、はい。チェックしてみます。<laughs> ぜひ行ってください。はい。行ってます。あれですよ。普段、まあね、うん、テ,レテレワークですか、うん、コロナとかでテレワークなんかが、うん、あの進んできてて、うん、こうずーっと一日座っている人って多いんんけど、うんうん、あれ、誰だっけなあの、元祖って、 デスクワークの漫画家の人たち、うんうん、あれ漫画家の人で、よく体調不良で連載ができないとか、うん、体調不良で月刊に行ったとか、不定期連載になったっていうのよう見んねんけど、あれあの、悠々白書とか、うん、ハンターハンターとか、うん、作者の富樫義弘先生やったから、富樫、はい、先生ってもうなんか長時間座れないらしくて、はあ、で他にもその漫画家の人でそ体調不良でどうのって聞いて、うん、まあ僕好きな、あの、 ルーキーズやロクデー・ダッシュ・ブルースの森田正則先生とかも一番最新の連直近の連載やってた「ベシャリ暮らし」もうね7年ぐらい前ですけど、うん、森田先生も体調不良で週刊でやってたやつがもう月刊誌に移ってへーそうなんや、うん、でそれが不定期に変わってとかして、うん、それぐらいもうずっと座ってると、うん、そうなってしまうんだなっていうのが、うんまあ、その時に、まあ、その見たんですけど、うん 今、デスクワークなんかで、運動全然量が減ってテレワークなんかで、うんうん、してると、あの、なんちゅうかな、デスクワークの人って、60歳す過ぎたら、老化がすごい急激に進むらしい。うん、<う>ああ、なるほどね。うん。なんかやばいらしくて、うん、だでも、ヤブなんかで今、自分宅のスタジオで、こう、なんちゅう机が上がったり下がったりする、こう、椅子座らんでできる、はいはいはい。あれを入れてるじゃないですか。うん、今、だって俺立ってますよ。うん。それ、ものすごいえらしいよ。 あうん、これずっと座るの僕もね僕もずっと座りっぱいとい体がそっちモードになった時の体の重さ半端ないから、うんうん、やっぱ立ったり座ったりの方がまだましっすねでも僕も結構運動不足になりがちやから、うん、でこうななんちゅうなんちゅうかなこう血流も悪なるし、うん、でで文字とか音符とか見てても、うん、こうずっと座っとったら目で応援になってくるんだスピードがこう落ちるというか、うんうんうん あれだからやっぱよくないんでうんそうでも座りっぱはほんましんどいと思ううんでもなんかやっぱみんなこう立って歩くのがしんどいからとかって言って、うん、座ってる方がええわってなってしまうと思うんだけども、うん、そうあれはねやっぱあかんみたいですよで筋力が低下する過程って分かりにくいじゃないですか気がついたらめっちゃしんどいになるじゃないですかあ確かにそうやなだから山崎さんみたいにもうほんま あの高頻度でちゃんと体のメンテナンスしてるのが、はい、多分そのせいかライフスタイルは多分ずっと続けた方がいいよ,いいよなって思いな思ってますそうですね、うん、でこう何ていうかなあの人間って九のつく年に、うん、あの体が劣化するって言われて三、うん、29394959ってあんねんけど、うん、僕なんかもやっぱ39の時でやっぱすごい劣化を感じて、うん、それでトレーニングメニューなんかも変えて。うん 運動する量とかも増やしたりそいパワー系よりはこう柔らかくしたりとか逆立ちして体をターンさせて血流上から下に落としたりとかいうようなものを入れるようにしたかななんかねほんまに体力筋力とかもそうやねんけどやる気そのものが負ってしまう気持ちを陰鬱な感じになってしまって。 あれがね、やっぱきつい、きついですね。うん、僕はすごい嫌ですね。うん。僕なんか、今、この間、なんか首痛めて、<laughs> こう、左をちょっと向きにくくなったんですよ。はい,はい。そう。で、その後、あのー、それが今もう治ったんですけど、ええ、今度はその下のなんか、肩甲骨の、右肩甲骨あたりが、なんか今めっちゃ痛いんですよ。はいはい。 だから、ちょっとずつ体をかばうと、いろんなとこにこう負荷がかかって、うん、あの変な症状が出るっていうのを、ちょうど今、体感し中なんであ<ー>、うん、やっぱ柔らかくしとかなーなぁって、すごい今思ってます。こずっとね、うん、動かんかったら固まっちゃうからね。うん、そうですね。うん、いや、本当に定期的に、やっぱりなんか、人間は動物いうのを忘れたらあかんなーっていうのが、うん、う体の不具合が出るために、思いますね。 山崎さんも運動不足になったりするんですか、基本的にあんまないっすか、それは。あのー、多分、そういういろんなもの,の反応に、うん、過敏やから、うん、ちょっと追ってきたと思ったら、もうなんかやばいと思って、うん、すぐ、こなんていうかな、重症化する前に気がつくタイプ、うん、風邪も風邪引きそうと思ったら、うん、そこで手打たんかったら、多分、風邪引くやぶなと思ったタイミングやったら、な、うんうん、なるほどね、だからちゃんとメンテナンスも気をつけて、時間取ってやってるんですね、山崎さんは。 あー僕はそっち取らないと思う絶対体弱いから無理ですねちょっとそんでまた今、朝動きやすなりましたもんね、ちょっとなっっててきてちょっと気温が下がってくれて、うんうん、えまたいい季節かなと思うんで、うんうん、な感じでまあ、98回、そんなところなんですけれども、はいうん、もう、あといよいよ2回で100回ですよ。はい まあ別に100回行ったから言って別にって、ね、別に何もないですけど、まあこの本じゃあと年内に100回行って感じでね、まあきりいいかもしれないですね。そうですね、はいえー。特になんかスペシャルな企画は考えてはいませんけど。考えてはいませんけれども。はい、100回行ってまあまあすごい数字ですよね。まあまあすごいですよ。毎、うん、週1回のレギュラー番組は丸2年ですから。うん、うん。すごい。うん、それすご,いすごいですよ。まあだって結果10年ぐらいにな,ってもなってるっすもんね。 そそう10年そうなんですよだから100回と10周年が一緒なんですよおお問われちゃいますあの薮さんの20周年が一緒なんじゃないですかあそうなるっけあそうっすねそう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 っすね20周年ですね3つですよはいほんまやほんまやこれ「薮さんおめでとうございます」そうっすね素晴らしいまたその時は祝ってくださいああぜひお祝いさせていただきます 深海地ではいありがとうございます <laughs> はいありがとうございます <laughs> <スペー>ということで山崎とヤブでしたちっと好きに走ってきたけれど <laughs>